このアンドロイドの修復には形状記憶合金が必要。あれ貴重品じゃん。ちょっとしか持ってなかったの俺使っちゃったよ。鍛冶屋で。ここで少し待っていてください。すぐに素材を集めて戻ってきますから。マジで？え？素材がある場所を教えてくれるとかじゃないの？廃墟都市で以下のものを入手する？廃墟都市まで行くの？廃墟都市行けば手に入んの？逆に。あれ、なんか廃墟都市にオレンジ色のサークルが新しくできてんな。これ今追加されたのか。さっきなかったよね。あ、ん？そうだよね。さっきは遊園地の方に流浪のカップルがあったけど。あ、ちゃんと変わってる。よかったよかった。この辺で形状記憶合金取れんのね。完全にこの辺を示してるな。こいつらやっつければいいのかな。ちょっと今こっちは真面目にやってっからさ、通らないでくれるか。スッと、あれ出てこないな。ちょっとエミール、エミール形状記憶合金いっちゃった。あの野郎。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。メール、このタイミングで。なんだろう。あ、この辺怪しいな。このビルの中とか。おお、宝箱あんじゃん。よっしゃ勝負。あ、すーげえ簡単。助かるー。旧世界、お、旧世界の情報。核兵器製造マニュアル。穏やかじゃねえな。これもパスカルに渡すのか。旧世界の情報だ。お、穏やかじゃないね。これ内容が。核分裂を用いた兵器の生成に関する情報。これパスカルに渡してもいいんだろうか。ああ。司令官に。判断をするのは 9S。うわー、投げてきた。推奨とか言えよ。推奨しろ。いつもするくせに。え、これは本当にどっちか。だがそれは核兵器に関する旧世界の情報だった。危険な情報のため司令官に届けた方がいいかもしれない。パスカル、司令官のどちらかに核兵器の情報を届ける。まあ兵士なんだからな、司令官に届けるべきなんだろうけど、どちらにも渡さないって選択肢はないの。いやでも俺はパスカルを信じるよ。パスカルはこんなのよ、こんなのを悪用しないと、やっぱり信じてるから。ちょっと待って、一応見てみようか。核兵器製造マニュアル。どうしよう。いい知らせがある。敵の研究所から高濃度に濃縮されたプルトニウムを 12kg 入手することに成功した。結構な量なんじゃないのそれ。どうなんだろう。臨界を計算する解析アプリを作ってみたが、核爆弾を3個ほど作ることができる量だ。半端ねえ。他に必要な材料もおおむね入手可能な目処がついた。これを使えば奴らに真実の目を開かせることができるだろう。ただ製造は容易ではないし、私が殺されてしまったらこの技術は失われてしまう。そこで爆弾を製造するマニュアルをこのロムに記録し、同士に渡しておく。これさえあればある程度の知識のある人間であれば作ることができる。これは復讐ではない、天罰なのだ。神のご加護があらんことを。これはいつの時代、まあ旧世界の情報だから。そっか、旧世界の記録か。当たり前だけど。いや、どっちか選ばなきゃいけないなら俺はパスカルを選ぶよ、はっきり言って。っていうかあれだよ、形状記憶合金探しに来てんだよこっちは。持ってませんか。まあ、持ってるかどうかはこっちで勝手に調べさせてもらいますけど。あ、形状記憶合金手に入れた。今ちゃんと言えなかった。まあそんなのとは関係なく破壊していくけどね。チップ欲しいし。とりあえずこの人のことは助けてあげよう。ん？あれ？パスカル？え、
どうしてここに？ちなみに今核兵器の製造マニュアル持ってるんですけど、うちの村にいた2人のアンドロイドさんのことが心配でずっとサーチしていたんです。やっぱ大丈夫だってこの人は。そうしたらこちらの方の反応が急に弱くなっていたので、ね、司令官とかめちゃくちゃ使えそうじゃん。これで機械生命体を駆逐できるみたいなこと抜かしてさ。これは修理用の素材ですか？貸してください。私が直します。わかった。もう信頼してんな。ちょっと前までだったら機械生命体にそんなことを任せられるかってね、差別の言葉が飛んできそうなもんだけど、アンドロイドの方は女性ですし、一応目を閉じていただけると。そういうのあんの？あー、ごめん、そうだよね、閉じます、今すぐに目を閉じます。あるんだそういうの。暇そうだな、ズービー。てかさっきのね、核兵器のやつどっちに渡そうかみたいな時も、トゥービーが多少口出ししても良さそうなもんだけどね。いくら 9S 編だからって、すげえ静かだね。これをこうしてこうやって何かしら提案しそうなもんだけど、まあでも 2B に言わせりゃ司令官に届けるのが当然みたいな感じになっちゃうのかな。はい、できました。ふう、これでもう大丈夫でしょう。助けてくれてありがとう。ところで彼は無事？あ、彼も結構ボロボロだったけどね。ええ、無事ですよ、安心し。ん？あ、来た！よかった、無事だったか。この人もそこそこダメージ受けてそうだったけどね、あの様子からして。あ、すまない、俺がもっと強かったら。うん、いいの、あなたが無事なら私はそれで。でも海を渡るのも失敗したし、どうすんのこれから。あんたらには迷惑をかけたな、本当にすまない。いえ、それよりこの後はどうするのですか？とりあえず安全な場所を探さないと。また放浪の旅に出るの？かつての仲間に追われながら、機械生命体に怯えながら。そんなの私はもう耐えられない。いいじゃん、パスカルの村に住んでれば。ねえ、こんなことならレジさん暇そうだぜ、トゥービー。こんなことならレジスタンスキャンプに戻ろうよ。記憶を初期化してクリーンになったら、アネモネさんだって迎えてくれるはずだよ。だけど初期化なんかしたら、この君への思いだって。そのためにパスカルをここによこしたのか、このイベントの流れ的に。このまま一緒に行ってもあんたのこと嫌いになってしまうわ。私初期化されてもきっとあんたのことを好きになるから。わかった。お願い、私たちの記憶を消して、そしてレジスタンスキャンプに連れてって。やだやだ。いいじゃん。パスカルの村の何が不満だ？あー進まねえ、そういう流れにはならなかった。ダメ？記憶を消してまで、お二人はよっぽど仲がいいんですね。まあそういう流れにはならないのか。あんたらには迷惑かけたら本当にすまない。しょうがないか、じゃあ。しょうがないのか。ありがとう。じゃあ俺から頼む。わかりました。フォーマット完了。しばらくしたら再起動します。次はあなたですね。やっぱ私はいいわって言わないよね、男性をやった後に。あ、私はいいわ。あー、やりやがった、出た。え、フォーマットはうまくいったみたいね。さすが夜波最新型モデル。ちょっと待ってください。あなたは一体何を？ほら、私たちは弱すぎるでしょ。だから片方を戦闘型に改造したらどうかって。そうすれば逃げる必要もないもの。でもそのためには初期化が必要だったのよね。だから彼だけフォーマットしてもらったので、もっと強く改造するんだ。これからはこの人を強くしなきゃ。ああ、ついでにちょっと情けない性格も変えようかな。私もう少し強引な方が好みなの。いや、もうそれやったら別の人じゃん。気に病むことはないって。だってこれフォーマット6回目だから。あなたには本当にお世話になったわ。これお礼になるかどうかわからないけど。あ、黒真珠助かる。いや、助かるけど。あ、ポッドプログラムまでくれんの？それじゃもう行くわね。今度会う時の彼はきっとすごいわよ。別の人じゃん、それは。いいの？どう思う、パスカル？つまりどういうことでしょうか？女性って怖いですね。女性というよりも、女性って怖い、覚えておきます。パスカルって性別あんのかな？声は割と女性的だけど、男性なのかな、この言い分だと。トゥビーいるのに。女性というか、なんつうか、これで終わりるろのカップルは。まあ、このちょっと曲変わるときって、
最後のクエストってパターンが多いよね、一連のクエストの。そうか、そういえば旧世界の情報どうしよう。まあこれはパスカルの村に戻って渡さないといけないんだよな。これは特殊なケースで今パスカルがここにいるけど、あとは闘技場のやつとクリエイターか、今受注してんのは。じゃあ行くか。じゃあねパスカル。廃墟都市にいくつか未知のクエストがあったような気がする。そういえば 2B 編の時さ、なんかロボ師範みたいな感じの道着姿をしたやつのクエストもさ、中途半端なところで終わってたんだけどなんか様子おかしいな、あれこんなんだったっけ。あーちょっともうついてくんない、めんどくさいな。あれあーこれだこれだ、ロボ同士だな。こんな感じの姿だったと思うんだけどな、道着姿のちょっとかわいい。ちょっと様子おかしいな。あれ機械生命体も鍛えたらガタイ良くなんのかな。ちょっと待って、とりあえずこいつら片付けよう。よし。でもなんかこのクエストは引き継がれるんだね、進行状況。黒帯になってるもんな。おお、帯の色がだいぶ立派になって。いやいや、お前さんたちまたまた気なすったのか。でけえ倍ぐらいあるよ高さ。殊勝な心がけ、感心感心じゃ。どうじゃ、我が改造の成果を味わっていくか。ツッコミなしかよこいつら。やるか。だいぶ強くなったからもうちょろいんじゃないの。レベル40ですって。こっちはもう51なのに。あ、勝手にトゥビーがやっちゃったかっこよく決めようかなって思ったんだけど、そういえば槍結局試してなかったな。槍装備してみればよかった、どうせなら。で次は何が欲しいの。おお、話が早くて助かるの。本当にな、仲良くなってんじゃねえよ。難癖つけられる前に要望を聞いた方が少しはマシだからね。ほほほ、よくできたアンドロイドじゃ。では今度は銀行に新品のネジ、壊れたバッテリーをお願いできるかの。絶対持ってるわもうそんぐらい。ちょっと待て、前回より増えてないが、ピピ、壊れたふりそうなんだよな、なんか途中まであんまりこれ見せてなかったかもしんないけど、これねやりとりが面白いんだよね、このクエスト。おお、アイテムを持ってきてくれたんじゃない、渡す渡す。っていうか持ってたから最初から。ご所望のものを持ってきたよ。すまんの、恩に着るぞい。これで我が肉体ももっともっともっと強くなるぞい。今度はこっちも手加減しないからね。最初からしてないけどね。で戦えんの今。我が肉体改造には時間がかかる。次回だと楽しみにしておくがよい。一旦離れてからまた来ると改造済みになってるんだろうな。そういえば新しいポッドプログラムももらったんだよね。ウェーブポッドを掴んで飛び上がり、真下に投げて叩きつける。あーで衝撃波で攻撃するって感じ。はい、ドーン。あー複数との戦闘で役に立ちそうだね。あ、ごめん当たっちゃった、どうし。ごめんごめんごめんそんなつもりじゃなかったんだけど。あ、ちょっと使いやすそう。じゃあどうしようかな。基本ウェーブにしといて、こう複数敵がいるときは役に立ちそうだから。でボス戦とか敵が少ないときはレーザーの方が使い勝手がいいので、そういう感じにしてみようかな一度。でレベル4まで強化したのはこれだったな、白の矜持。試してみよう、レベル4までいったし。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。そういえばメール来てたわ。なんか前にももらったけど全然放置してたね暇でーす。釣り情報、お前かよ。
これ1週目にももらったやつと多分同一だよね。なんだか暇なんでお店に遊びに来ませんかっていうのと、釣り情報ね、これも内容は同じだな。どんだけ暇なんだよてめえ。エミルが暇でもこっちは暇じゃないんだよ。つか起動エレベーターちゃんと残ってたね、そういえば。で、キャンプの近くのこんなとこにもクエストっぽいのがあるんだけど、何か様子がおかしいな。あれクエストってわけじゃないのか。クエストとは出てないね。ミニマップには赤いのついてるけど、賢者ロボ。ん？おい、こんにちは。聞こえてるよね。君こんなところで何してんの？お前さ、職質かよ。回路に異常なし、意図的な無反応、いわゆる無視。そっちがその気ならこっちだって。え？なんだ、ハッキングか？無視されたからハッキングって怖すぎない？いけた。え、でもこれやっちゃっていいの？バグないかな。お、え、なにこれ、賢者ロボってそういうことか。哲学家が多いな。で、あ、破壊するわけじゃねえんだ。まあ頭の中覗いただけって感じだね。ハッキングして破壊するわけじゃなくて、あの音声は機械生命体の思考？自分の存在意義について悩んでる。否定、機械生命体はそのような思考を持たない。いやいやいや、墓作って個人に手紙をしたためるような思考を持ってるんだぞ。確かに悩むさ、そのぐらい。あ、ひょっとしてあれか、そういう流れか。なんかこの辺いろいろあんだよね。あの赤いニキビ的なポチポチがさ、ほら、いたいたいた。うわ、なんかすげえとこにいんな。あそこ行けるか、 9S。 うわ、怖え。で、あれ、これも賢者ロボになってる。そういうことか。はい、こんにちは。君こんなとこで何してんの？一人？ちょっと免許証とか持ってる？やっぱりダメか。じゃあちょっとハッキングで失礼しますよとね。怖すぎるでしょ。無視されたらハッキングって。自分が存在するためには強固な、誰かを破壊するだけでは承認されない。だがそれではこの世界に我々は苦しい、苦しい。ほほう、非常に人間らしい。でもなんかそういうハッキングしてね、思考を覗いてこう言ってるってことは、本当にただ人間の真似事してるだけじゃなくて、なんだろう、まあ、本当にそういう思考を持ってるってことなんだよね。真似してるだけじゃないんだ。自分に価値が見出せなくて苦しい。自分はなぜここにいる？なんで存在する？僕は何のために？警告、ハッキングにより電波の盗聴が見られる。ああ、ごめん、ありがとう。気をつけないと。うん、暇そうなトゥービー。これ好き。かわいい。まだありそうだな。あっちのもそうか。なんか鉄塔のとこにあったやつ。こっちか。これこれ。これもそれっぽいな。行くか。そういえばなんか谷底にもあったね。これもなんか後で行くか。よいしょ、いたいた。なんでみんな高いとこ登りたがんで。あー、なんかできる。邪魔だな、もう。あいつ、あ、ちょっと待って。哲学ロボをやっちゃいそうになる。賢者ロボか。じゃあね、くそくそ、ちょっと待って。どうすりゃいいんだ。一旦降りてから戦うしかねえのか。周りのやつらを全滅させよう。
っかり賢者ロボを破壊してしまいそうになる。うわすげえ、こんな獣型のやついるんだフィールドに。じゃあ改めて話を聞こうか。まあハッキングでなら倒せたかもしんないけど、この場で敵ねえ、話もせずにいきなり賢者ロボハッキング間違えてしちゃってもあれだからね。こんにちは。少し覗かせてもらうよ。まあこれだけか。でも会話は言ってもで、おお、ちょっと骨が折れるぞ。あでもそうでもねえな、すげえ簡単だ。攻撃してこないもん。なるほどね。バイタル値に異常、心拍数に上昇傾向が見られる。え、なんで？暇そうだよ、ズビー。ほんとこの動き好きだわ、かわいい。大丈夫。あれ？ま、ん？なに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 、なんですか？今飛んだよな。わあ！機械生命体が自死を選ぶなんて。自殺か。え？今すごいことしてたな、トゥービー。え？別にこれクエストでもないし、これを見るだけのためのもんなのかな。言ってもこの辺も、え、もしかしてあの谷底のやつもそうだったりすんのかな。この近辺でこういうのはもうこれだけだけど、あとまあこれはあれだしね、ロボ同士だしね。また帯の色変わってんだろ。谷底ちょっと見てみようか。